のどかな場所だね。これ駄菓子屋？こんないかにもって駄菓子屋初めて見た。そんな珍しいかな。私たちの地元にはあったけど私たちも田舎の出ですから。ここが心トープ。どう？何か思い出せそう？やっと着いた。おばあちゃんの家楽しみだね、歌。ふざけるな、聞いてないわ。世界が壊れても人類は残るんじゃないの？苦しみに耐える断末魔ほど心地いいものはありません。へえ、殺さないなんて優しいんですね。ぐちゃぐちゃというか、こんな見え方をする記憶今までなかったよね。本当に大丈夫？もしもの時は力ずくで止めることになるかもしれない。その覚悟だけはしておこう。おばあちゃんはいつでも歌のことを思ってるからね。ブオン！負けません。さあ、どう動こう。
何かに使えそう。ウタは不思議な子だね。何かに使えそう。邪魔するなら容赦しないよ。どうしようかな。えい、行って。どういうこと。どこに行こうかな。私は何者なのか。取っておこう。よし。
何か。うっ、駒川さん大丈夫？血が出てる。救急車呼ばないと。おばあちゃんはいつでも歌のことを思ってるからね。しただけですので、このまま進みましょう。わかった。今までこんな風になった子はいなかった。ウタさんだけが何かを感じている。それがいいことなのか悪いことなのかはわからないけど、結局のところ今の私たちは前に進むしかないんだ。すごく不安定で、あちこちがほころんでいるような。アオちゃん、どうしたの？ああ、なんでもないよ。嫌な予感がする。何かに使えそう。じゃあ、ウタに好かれるようにおばあちゃん頑張らないとね。
せっかくウタが好きだって言ってくれたんだ。このひまわり大切に育てなきゃいけないね。よし。これ。
どうしようかな。やあ！よし、私の番。いつでもやれます。どうしようかな。いつでもいける。いつでもやれます。悪くなってる気がする。記憶の内容も不穏だし、ねえ、歌、今年はおばあちゃんの家行かないの？私は痛みが欲しいの。人のいない世界なんて意味がないじゃない。ひまわり、今年は綺麗に咲いてくれたね。私はそんなの望んでない。返せ、この世界は私のものだ。やっぱり記憶がごちゃごちゃだよ。何の話なんだかさっぱり。もっと言えば、これが本当に駒川さんの記憶なのかすらわからない。青、どうする？あと少しなんです。あと少しで何かつかめそうなんです。ウタさん、きっと今一番混乱してるのはウタさんだ。私はリーダーなんだ。ブレちゃダメだ。みんなをウタさんを引っ張ってあげないと。先に進もう。大丈夫、ウタさん、もうちょっと頑張ろう。敵は私たちが何とかするからさ。はい、よろしくお願いします。みんなもそれでいいかな。青がそう言うなら